ワンダランドフスカは、ポーランド出身のチェンバロ奏者、ピアニスト。忘れられた楽器となっていたチェンバロを20世紀に復活させた立役者である。4歳の頃からピアノを始める。その後、ワルシャワ音楽院に進学しピアノの勉強を続ける。13歳の時に、バッハの作品を連ねたリサイタルでデビュー。19歳の時には、ベルリンで、 大砲の勉強を進める傍らで、モーリッツもシュコフスキに支持し、作曲の勉強も行う。21歳の時、パリのスコラ・カントルムに招かれ、教鞭を取る。同年に、ヘブライ民族の音楽の研究者だったアンリルーと結婚し、彼の影響で、チェンバロに関心を持つようになり、やがてチェンバロの復活と普及に力を注ぐことになる。 24歳になった1903年にチェンバリストとしてデビュー。翌1904年にはチェンバロによるバッハ演奏会を開き、以後チェンバロでのバッハ演奏のスペシャリストとして名を挙げることとなる。かねてから自分の理想とするチェンバロの構想を練っていたランドフスカはプレエル社にその構想を持ち込む。1912年。 ランドフスカ設計の近代チェンバロがブレスラウ音楽祭でお披露目され大反響を呼ぶ。1913年からはベルリン高等音楽院で教鞭を取るが間もなく起こった第一次世界大戦では民間人捕虜となりさらに大戦終結後には夫アンリルを自動車事故で亡くすなど厳しい時期を過ごした。1925年 パリ郊外サンルーラフォレに古典音楽学校を開設し、バロック音楽に関する教育を幅広く行った。1923年にアメリカデビューを果たすなど、その後もチェンバリストと教育者の両方で活躍したが、1939年の第二次世界大戦の影響により、学校や楽器、楽譜などを残したままアメリカに脱出。 1941年にアメリカの市民権を取得する。アメリカに移住後も演奏活動を続けたが、老境に差し掛かっていたこともあり、次第に演奏活動よりも録音活動の方に活動の重きを置いた。1954年にニューヨークでラストリサイタルを開いた後、余生を個人レッスンにあて、 1959年8月16日に、レイクビルの自宅で亡くなった。様々な種類の小説を好み、ノートに書き写していた。ランドフスカと共演したバイオリニストのナタン・ミルシテンは、同じ船で旅をしていた時、ランドフスカは、ミルシテンの部屋で、朝3時頃まで小説を朗読していたと、回想している。ランドフスカの演奏スタイルは、 現代のチェンバロ奏者のそれと比べると、現在の観点では、幾分古めかしさを感じる部分があるが、それでもチェンバロの裾野を広げた先駆者の演奏として、決して無視できないものがある。また、マヌエル・デ・ファリアや、フランシス・プーランクによって新たに作曲された、チェンバロ作品の演奏でも知られる。 ピアニストとしても決して技術や表現が劣ることはなく、モーツァルトのピアノ競争曲のために、カデンツァも何曲か作曲している。実演では時々派手なアクションを披露していたという。それを、たまたま見ていたアルトゥーロ・トスカニーニは、ランドフスカの演奏自体は高く評価したものの、そのアクションを嫌い、ランドフスカから共演の申し込みがあった時には、魅惑的なマダム、 共演なんて大それたことを言わず、幸せに生きてくださいと丁重に共演を断ったエピソードもある。アルトゥルニキシュからはピアノでのバッハの演奏について高く評価されたと言われる一方、シェンバロを使用したことに対して激しく批判されたと言われている。録音は主に戦前の分は EMI、戦後は RCA を中心に残している。AB ・ミルスタイン、ボロコフ。 115ページ、ありがとうございます。